ケット氏、ニブルヘイムは5年前に燃え落ちた端末が残っていても使えるかどうか。5年前の事件のことは知っとります。でも端末の心配なら無用ですわ。あそこは今でも神羅の重要施設ですから。魔航路のことか。あー、それもですが、よくわかんないけどさ、端末で調べない限り黒マテリアの場所わかんないんでしょ。じゃあ行くしかないじゃん。そうだね、行ってみようよ。Thank you.
すぐ終わる。仕方ないな。こちらだ。ほら、お手並み拝見。頼られちゃうな。俺がどっち。どんなもんよ。あまりに。そっちは任せる。お手本。チャ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 だ。下がって連携しよう。仕方ないな。おしまい。そこだ。よし、はっ、シュシュ、よっしゃ。待ってました。ああ、こんなこのままへばってな。ピッ、どっちはどうだ。強すぎる。準備万端。シュシュシュ、よっ、ヘッヘッ。出られる。やめやめ。それ、うわっ、うわっ。これだ。消えろ。消えろ。
からいろいろありましたから。一緒に行こう。
想像したらやっぱり怖くなっちゃって。作戦を変える。待ってました。邪魔ねえな。期待してるぜ。ジャンプ効いてる効いてる。さあ、頼む。炎のヘマってのは逃がさねえぞ。オラオラ、いでよ。出られる。おう、こっちだ。気合入れてけ。この程度。連携しよう。隙見つけ。はっ、ほりゃ、効いてる効いてる。もう見たか。俺の力、作り直したんだ、村ごと。脅かすなよ。またおかしくなったのかと。あ、いや、またっつうのもあれだけどよ。でも誰がこんなことしたんだ。シンラ。さーて、端末を探しましょう。黒マントだらけだな。うん、それに村の人たちも。ん？知らない人だよね。この村に何か御用ですか？どうもどうも。あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくてちょっと寄らせてもらったんですわ。後ろの方々は？あ、この人たちは。ここは私の故郷でした。なるほど。ニブルヘイムの今の状況はご存知です？いや、驚いた。ここは5年前からシンラカンパニーの直接管理区域でしてね。今は魔鋼中毒の方々の療養所になっています。権利関係は処理済みと聞いています。何か問題がある場合は本社の特殊施設管理課へご連絡いただけますか？ご親切にどうも。あ、端末ちゃちゃっとお借りしちゃいますね。故郷が懐かしい気持ちもわかりますが、どうか早々にお引き取りを。
ここには何もないよ。毎日忙しいな。これ、昔からあった？ああ、登りたくなるよね。ねえ、登ろう。何見えるかな。あ、おい、あれだ。へえ、かわいい。ごめん、無神経だった。似せてはいるが全然違う。だから何とも思わない。ほら、あれが宿屋。5年前はあそこに泊まった。あれが村役場で、あそこがよろず屋。それからティファの家だ。もしかしてここから見てた？え？ティファのこと見てたかなって。そんなこともあったかもな。私も見ちゃうな。そろそろ降りよう。私はもう少しだけ。ゾロゾロやってきた。ウォーリーさんの紹介かい？いや、たく、この忙しい時間に。もう邪魔したな。別にいいのよ、話し相手には飢えてるからね。あんた話好きには見えないけどさ。私はさずき歌わないと余計ですか。休館ではないですよね。ワイナクロマントの人たちの腕にはでナンバーが彫られてるんです。します。パパは あの日パパはなぜセフィロスを追ってマコールまで行ったのか。病院で目を覚ましてから私ずっとそのことを考えていたの。
だってセフィロスに追いついてもパパじゃ何もできないよね。実際そうだったし。でもミッドガルに出て自分の力で生活するようになって分かった。パパはただ怒ったんだって。今日は大変だった。でも明日はきっと良くなる。そうやって積み上げてきた大切な毎日を壊されたことにパパは怒った。その怒りがパパを動かした。ああ。だから私も悲しい気持ちや虚しい気持ち全部を怒りに変えてアバランチに入ることを決めたの。でも怒りって長く続かないんだ。アバランチの活動が過激になるにつれて疑問や不安が大きくなって、クラウドと再会したのはそんな時だった。少しは力になれたか。うん、クラウドがいてくれたからここに帰る決心がついた。いろいろあったけど帰ってきて正解だったな。昔に似せて作り直して何もなかったみたいにごまかして、こんなの許せない。セフィロス死んだ。全部大嫌い。ねえ、ここにいた頃クラウドよく私のこと見てたよね。そうだったか。私が見たら目をそらすの。声をかけると無視する。めんどくさいガキだった。自分でもそう思う。私は誰にも嫌われたくない子だった。今でも自分のそういうところちょっと嫌い。幼馴染とかいないのか。可愛い女の子とかさ。てか俺が今一番好きな子の話聞く。興味ないってか。いいから聞けって。すっごく可愛いんだ。いや美人だな。見る角度によるな。っていうか何より性格。ミッドガルの子か。ああ、都会の子。ザックス・フェア。エアリスが好きだったソルジャー。ゴンガが生まれの俺の同僚。5年前、俺たちは一緒にここに来たのか。ザックス、どこにいるんだ。
りは禁物。うにゃー。この端末からじゃダメですわ。アクセスできる範囲が制限されております。つまり情報は手に入らない。諦めるんはまだ早いですわ。管理人はん、あのお屋敷に入れてもらえませんやろか。あなたなら入れるのでは。にゃはー、無理に決まってますやろ。僕神羅リゾートの平社員です。私のカードでもあそこには入れません。上司と交渉してください。上司、課長は、部長は、どこにおりますのやろ。紫課長は本社からの点検依頼でニブルマコーロに滞在中です。あさってには戻る予定ですが、昨日から連絡ないんですよね。遅れるかもしれませんね。そんなに待てませんわ。急ぎだ、こっちから行こう。そうしましょう。ほな、おおきに。欲しけりゃ売ってやるよ。言いたかないけど、もう来ないでほしいね。片付いたのか。カードキーが必要になった。マコーロへ行って紫という男に会ってくる。はい、はい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 、私も行く。私も。いや、ティファはこの村で一番のガイドといえば私。わかった。お前ら大丈夫か。山に登ってカードキーを借りるだけだ、問題ない。しばらく戻れないと思うけど、やり残したことはない？クラウド、準備よろしく。急がないとマテリア逃げちゃうよ。最近できた橋を使えば近道できるみたいです。よーし、いざ出発。社長、ニブルヘイムへ向かわせた調査隊が何者かに襲われたようです。ウータイか。いよいよ始まりますな、若。新しい橋はあっちだね。